はい、皆さんお疲れ様です。通りと申します。オクトパストラベラー続きやっていきたいと思います。前回はね、2人目の仲間ができて、そこで終了して、マイヤ洞窟に向かうっていうところですね。レベルの差が激しい。じゃあちょっと行く前にちょっと待ってね。武器だけ、ここら辺はちょっとダメ人間なんで、欲しいな。なるほど。じゃあいきなりかよと思うかもしれないけど、まあこんな感じですね。じゃあ行きましょう。だから海賊を眠らせるっていうかな。じゃあよいしょ、さあよいしょ。まあ眠らせて、まあ奪い取る。ああ、なくなってる。今気づいた。何の躊躇もこれ今来たよ。よし、まずは気になってた。ずっとね、あんまいいもんあんまいいもんじゃなかった。いいもんじゃなかったってのは変だね。思ってたものと違う。戦いの準備はできてるよ。ああ、初の2人で戦う。うん、なるほど。 BP は個別になるんだね。ああ、なるほど。じゃあこうだな。なるほど。この状況でスピア決めてもあんま変わんないんだから。よし、いいね、いいね、素晴らしい。やっぱ RPG ってこうじゃないとね、2人というか共闘するっていうのはやっぱいいよね。そう、もう一回宝箱あったよ。惜しい、もうくれ。ないかなんだろうな。まあ宝箱は、なんだ、セーブか。やれやれ、アラゴトは好きではないですが。サイヤスのこれいいよな、マジで。どうしようか。あ、そうね、ちょっと待って。じゃあ、あんま使いたかねえけど。イカズチよ。こうだよね。貫け。私の番。で、弓矢。はい。どうしようか。イカズチよ。貫け。素晴らしい。おお。ちょっと待って。ああ、そうなんだ。勝利だからって甘く見てるでしょ。ただ倒されたから消えたのか。次でもう行動しねえのかと思ったけど。はい、宝箱埋まってる。はい、ありがとう。結構あれだな、回復するアイテム多いな。さあ来たぜ。あの海賊さん、海賊さん。ん？ん？さっきのガキか。一体何の用だ。おう、どうした。はい、町を代表してきました。先ほどは失礼なことを言ってしまい、こちらはお詫びの品です。いやおかしいだろ。これで騙されるやついるわけねえと思うけど。さっきのこれでお詫びで酒持ってきたってことでしょ。ほう、酒だぜ。悪くねえ、こいつは親分も喜ぶぜ。たっぷり召し上がれ。嘘だろ。この港もちょろいな。この辺は海賊が少ねえからな、対策もなっちゃいねえ。こういうレベル。いや待てや。強い者が弱い者から奪う。それが世の常識だ。忘れもしねえ、大海賊レオン・バストラルの言葉だ。
レオンみてえになりたくて俺たちは海賊になった。おいよ、ああ力で欲しいものをぶんどる最高だぜ。親分、親分、親分、おい、おい、かい、ん、親分はオイラだって。いや、オイラだ。へ、へい、それどころじゃないです。酒がまた手に入りやした。 なんだと？町を代表してお詫びに行ってガキが届けに来やした。物分かりのいい奴らだ。よし、よし、お前ら、ミックマック海賊団、港の制圧を言わして乾杯。乾杯じゃねえから。乾杯。なんだろうな、そろそろ頃合いね。よし、行ってみましょう。控えめに残念だよな。これセーブしなくていいよね。マイヤドクス、びっくりした、お金か。あけないほどうまくいった。子供だと思って甘く見ないでよね。ん、どっち、これ手前か。おいつな。ゲームのなんか紹介なんだろうけど、常識的に考えてあいつあそこで寝てる理由わかんねえな。寝すよ。いやおかしいだろ。いや、言いたいことしかない。よし。で、来たわけでしょ。これは一概に寝相が悪いってことでいいのかね。あいつらも眠ってるわ。さあ、奪った品を返してもらうわよ。お、なんだお前。あ、お邪魔してます。商人のトレサです。なんていうんだ、お前酒を回収しに来た。酒蔵だっけ、ガダルディ。ああ、そうか、ご苦労さん。いけえだろ。なっけ、ワンコーゲーム侵入するな。そうっすよね。お前あの時のガキか。はあはあ、なるほど、そうか。オイラたちが眠ってる間に品を取り返しに来たな。そんなところよ。ここまで来た勇気は褒めてやる。だがな、オイラたちのお宝を狙うやつに容赦はしねえぜ。何がお宝よ、人から奪っていったくせに。それが海賊の仕事でな。その品々には作り手の思いが込められているの。そしてそれを求める人たちがいる。そうはいかないわ。そんな人たちを探して最高の喜びを届ける。それが私たち商人の仕事なの。商人の意地にかけてその品は返してもらうわ。へへ、そうかい。じゃあ痛い目見るかい。おうよ、世の中の厳しさってものを教えてやるよ。商売がたきってとこかしら。斧と弓矢か。さーて、まあ、とりあえず殴っとくか。
通に考えてそうだよね。そっちはあれだもんね。ほう、まあ小児の技、そっか持ってたねまた忘れてたよ。さすがに持ってたな、やっぱり、ね、まあそれそうだっていうことはここか、火じゃない。ちょっとここら辺も探ってみっか。おお、なかなか考えがいがある。じゃあ火で、ああなるほど。ってことはもう一人が神谷ですな。どうする。そうだよ、ウィーポイントだから。どうしよっかな。これやめとくか。あ、ちげえな、これでいいか。あーなるほど、めんどくさい。とりあえず2で。さあどうする。で、サイアスが多いんだよね。つうことはいいか、ブパスか。とりあえずあんまり必要はないんだろうけど。さてで、どうしようか。で、集中していこう。とりあえずマックがなくなってくれることを祈る。火炎よ、焼き尽くせ。あら、おっと、これはあれかい。私の番。普通に考えたら一人だとこのゲーム難しいんじゃない。っていうことは、そうかそうか、ちょっと待って。っていうことは雷っぽいんだよね。でブレイク C の、なかなか考えないな。これはこういうことなんじゃない？お、やっぱ雷で、一人が雷、めんどくさいね。お、相棒は俺が守る。またかっこいいことを。じゃあその間に回復させてもらうよ。私の番。どうしようか。やって、そうか、ミックが攻撃しちゃうから結局あれか、二人とも攻撃入るんで。さあどうで。あ、どうしよっかな。一番楽なのはこれやっていくことだよね。集中していこう。火炎よ、はい、焼き尽くせ。あ、いた。そうあれあれ、わー、おかしいな。思った方が、思ってない方がいったなおかしいな。まさかそっちが行くとは思わなかったな。どうでしょう。はい、授業はこれで終わりだ。予定外な。あざーす。さあ奪った品を返してもらうわ。こんなガキにやられるとは。まだ終わりじゃねえぞ。おい、やろうども。そんなに甘くはねえんだよ。強い者が弱い者から奪う、それが世の常識だぜ。今度こそそいつを教えてやるよ。そこまでだ。かっこいい登場の仕方ですね。どこで見てたの？覗いてたんですかね。弱者しか相手にできねえひよこがよう語るとは笑わせる。てめえはガキと一緒にいた腰抜けか。おい、構わねえ、やろうとも、まとめてやっちまえ。バカな、何者だてめえ。おや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 、ご存知だろう。ああなるほどね。何これ、何、そうだの彫像っていうの。そのドクヘビのような俊敏さと強さ。まさかあんた大家族レオン・バストラル。そうだよね。
船長さんがあの大海賊の？その名は過去のもんだ。今はただの商船の船長さ。よし、俺が海の広さってもん教えてやろうぜ、ひよこ。さあ覚悟しな。かなうわけねえ。やろうとも引き上げだ。やれやれ、逃げ足だけは一人前だな。あの船長さん。ジョーちゃん。レオンでいいぜ、ジョーちゃん。レオンさん、ありがとうございます。気にするな。お目当ての品は取り返せたか？はい。これで港のみんなも喜びます。よくやったな。さて、俺もそろそろ引き上げるか。港出ちゃうんですか？ああ、だがその前にジョーちゃん。ちょいと俺の船に寄っていかないかい？どうしたい？どうしたい？信頼できる人間しか船にはあげないって。うん。ああ、そうさ。さあ上がってくれ。ジョーちゃんの勇気をたたえて俺からプレゼントだ。え？そうだな。この船の積み荷を一つやろう。どういうこと？俺が世界中集めてきた自慢の品々だ。好きなもの一つ何でも持っていきな。そんな、本当だよね。こんなに素敵なものをタダでもらうなんてできません。固いこと言うね。商人だってたまには言葉に甘えていいだろう。はい。躊躇なく言ったね。はいって。ほうほう、いい返事だ。わー、なんだか夢みたい。世界にはたくさん宝物があふれてるのね。これいいわ、うん、ほうほう。その貝が貝なぜいいと思ったんだ？なぜって、うん、そうだな。どれも素敵な品ばかりですけど、これは特に作り手が想像できるんです。この作品にかけた思い、それまでの人生、それが見えるような気がするんです。そうだな。その絵が忘れじいの恋人、聖国のバスちゃんって名画家の遺作だ。彼は生涯で数百点の女を描き、4人の妻をめとったが、13の時に死別した恋人を死ぬまで忘れられなかったのそうだ。その恋人が成人した姿を想像し、彼は最後まで絵に手を加え続けた。世界的にも指折りの名画さ。レオンさん、もう少し見てもいいですか？うん、ああもちろんだ。まさか知識もなしに目利きしたってのか。いい目 だ。天性だな。ジョーちゃんはとんでもない原石かもしれねえな。うん、うん、何か言った？まあ、そこだけは軽いため口になるとね。よし、
決めた。レオンさん、これにします。こいつはおお、残念、これは二足三門の品だ。昔船に乗せた男が置いてった手記で、やれやれ忘れもしねえで積み荷に紛れてたか。ジョーちゃん、ジョーちゃん、悪いことは言わねえ、他のにしておきな。うん、うん、これがいいんです。どうしてだろう、この手記に一番惹かれるの。私に何か呼びかけてるような。息じゃねえ。おー、そいつは息だな。息ですか。じゃあな、ジョーちゃん。立派な商人になりな。怒りをあげろ！出航だ！私の目には見えたの。この式には運命を変える何かがあるって。帰ってじっくり読んでみよう。ここで金を140手に入るのかよ。よし、じゃあ家に帰ろうと。アイアスが空気だな。しょうがねえんだろうけど。その手記には大陸中を旅する男のとある記録が残されていた。トレサは時間を忘れその手記を読みふけた。大海賊のものなんじゃないこれ。この世は宝物に満ちている。あるはずだ、探し求めるものが。さあ海の向こうへ漕ぎ出そう。大いなる世界がそこに待っている。旅することにしたわ。あらあら、何を言い出すのかしら。ダメだダメだ、旅なんてまだ早すぎる。商人たるもの、仕入れに2年、店先に3年、あと5年は修行を積んでだな。もう決めたの。私、世界を見て回って一人前になってくるわ。ああ、聞いちゃいない。こうなったら止めても無駄か。ちょっとあなた。いつかこうなる気はしていたよ。俺の娘だからな。商人たるもの、何事も経験だ。気の済むようにやってみなさい、トレサ。ああ、心配だわ。どうか聖火のお導きを、この子をお守りください。気をつけるのよ、トレサ。しっかりね。ママ言ってごめんなさい。でもきっと大きくなって帰ってくるから。そうでないと困る。
なんたってうちの看板娘だ。あ、これが終わりなんだ。東の出口に向かう。この式半分しか書かれてない。後半は白紙だわ。残りのページは私が書いていこう。この七種の旅人さんの後に私の旅を書き記していくの。ページが全部埋まるくらい旅するんだから。あの水平線の向こうには何があるのかな。行けばわかるよね。これが私の旅立ちでした。一人前の商人になるための大いなる旅へ。七種の旅人さんの足跡を追いかけて。これが、マイヤ洞窟の後にこの仲間になるチュートリアルみたいなもんか。サイアスの話の第一章みたいなもんか。じゃあこれはでないから、次は下の下のまあ誰かのところ行くんだろうけれど、じゃあこのまま下に行く感じで行きますか。おコントローラーが調子悪いな。まあいいや。じゃあとりあえず今回はこんな感じにしたいと思います。次はあの下のあ オルベリクってやつのところかな。多分そこに多分行くんだろうけど、とりあえずそこに行って第一章終わらせる感じ。終わんねえな、レベル上げがある。なので、やっていきたいと思いますので、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。